は松田由美です。Vlog、ビログっていうらしいんですけど、はい、ビログって言うんですか。ビログっていうらしい、ビログね。そう、で、最近ちょっと動画を始めていろんなお話もしてるんですけど、今日は菊池さんが、ギターの菊池さんでーす。そうそうそう、あの菊池さんです。あの菊池さんです。菊池さんの言う通りの菊池さんです。詳しくはツイッターでハッシュタグ菊池さんの言う通りでまたねつぶやいてもらおうと思うんですが、いつもギターを弾いてくれている菊池さんと今日は、ランチを食べる約束をしておりまして、臭いっすね、お互い ね焼肉食べました。お互いじゃあ焼肉の、じゃあここで画像を貼ってもらって、お互い、ね、はい、そうということで、急遽、じゃあ菊池さんが来るんだったら歌ってみようっていうことで、この動画、Vlog は、番組はやりたいなと思うんですけれども、不定期に菊池さんが今度いらっしゃるときにちょっと歌もいろいろやってみたいんで、ぜひよろしくお願いします。いいっすよね、ここね、ピアノもあるし。菊池さんピアノも弾けちゃうんですか。いいよ。まあいろいろね、なんかちょっとコラボしていきたらなと思うんですけど、今日はなんか前日に言って、今日歌おうっていうことで何の練習もしないまま集まってもらっているので、早速そのデンジャラスな動画をそんな危険じゃないと思うんですよ。大丈夫ですよね。そんな危険な感じにはなんないとは思うんですけど、素敵な、素敵かどうかはちょっとそこも分かんないですけど、はい、じゃあ菊池さんの言う通り、まあまあまあ頑張ります。はい、頑張ります。じゃあ見てもらいましょう。はい、どうぞ。Ha ha ha.